プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーブスラロボです。あ、はい、今日は今日はカフェ、はい、普通のカフェ、はい、はい、なんでね、久々じゃないです、全然、うん、毎週やってました。毎週やってます、はい、はい、やっていきましょう、はい、もう夏本番で暑いよね、うん、でね、今日はね、最近おすすめのコーヒーがある、はい、まずはこれなんですよ、 UCC さんの水出しアイスコーヒー。美味しそう。そう、美味しいよこれね。これ100均の適当なボトル買って、この中にミネラルウォーター入れて、まあ、ティーパックみたいになっとんで、こんな感じで小分けされたんやけど、それをぶち込んどくだけなるほどね、うん、これがね、簡単でアイスコーヒー作れて結構美味しくて好き、うん、でそれを今日はいただくと。そう、今日はこいつをいただいていこうと思う。はい、なんか落ち込んだやめろよ。はい、はい、こんな感じでやってます。はい、はい、はい、夏だ、夏、はい、はい、というわけでロンジン、あ、ロンジンスペシャル、はいはい、あれってさ、うん、ロンジンな、ロンジンな、ロンジンスペシャルって言いたかったらさ、ロンジンルアー、ロンジンってなるやん。なんかなんかにつなげたらロンジンになるやん。でも単発やったらロンジンな、ロンジンさん。なんかちょっと ヤンキーっぽくなる、それ。まあいいや、最近ね、まあ、クランの方でそのロンジンさんのプレミアムモニターしよる松原さんとか、これね、乗っていただいたりとかして、最近ちょっと僕らの周りでロンジンルアーにね、触れることが増えたんですよ。で、前からも使いよったは使いよったけど、なんかいまいちあんまり動画で紹介しきってないなっていうのもあって、やっぱロンジンのルアーいいじゃんっていうのをちょっと最近気づいたので、今日はちょっと最近のお気に入りロンジンルアーたちを紹介していこうかなっていう回。はい、うん、じゃあ早速やっていきます。ショータイム。ここで紹介します。はい、今日はね、うん、まあ、ロンジンさんのルアーいろいろありますけど、うん、まあ代表的なミノー新編バイブってなったらさ、うん、まあ、ハイスタンダード、レビンとか、うんうん、であとはキックビーとかな、うん、まあ出てくるやん、うん、で最近よく使っていいなと思うのは、うん、やっぱりね、ハイスタンダードで、あとはキックビート、うん、ああ、この2つがね、最近特に好きっていうところでこれで、ね、用意しました、うん、そう、何がどういいのって、うん、いろいろあると思う、はい、聞いてみよう、うん、行ってみよう、行ってみようまずは、うん、ハイスタンダードですね、うん、これが120の S と97の S、うん、まあ F ももちろんあります、うん、でも最近結構ね、ボートでの使用で、うん、まあ、特に梅雨で、うん、なんか雨がバー降って、うん、水潮になったりとかして、うん、もう上の方ね、川やったらいいんですけど、うん、結構ね、真水が上に溜まったりとかして、うん、どうしてもベイトが浮いてこない、うん、シーバスも受けきらないみたいな状況が多いっていうので、うん、S を結構使うよね、最近。そうです、なんで S が最近好きなんですけど、うん、まあ F でも S でも動きは基本的にそんなに変わりません、うんうん、でね、何がいいのって久々に言えた、うん、何がいいの。そう、まずこれ名前の通りハイスタンダードだよね、うん、もうハイレベルだよ、このスタンダードが。なるほど、もう高水準がスタンダード、高水準、うん、スタンダードよ、それが。そうやね、うん、そういう意味なのかな、高水準を訳した。分からん、なんかハイスタンダードって調べたら、うん、なんかロックバンドみたいな、あ、出てくるよね、出てくるね、うん、全然分からんけど。なんでまあ普通にね、まあ、その例えば有名どころで言うとサイレントアサシンとか、うん、あとはバーティスとか、うん、そういう普通のリップ付きミノーみたいな感覚で使ってもらえるミノー、うん、で結構ねレスポンスがいいんよね、うん、結構動きってくれるよね、アップから流しても、うんうん、って思いきやレスポンスが良すぎたらさ、ダウンとか早巻きで暴れるんじゃないのって思うやん、と思いきやダウンから巻いても暴れすぎんのね、なんでかね。そう、いい感じのピッチでオフロールしてくれるね、それは強くはなりますよ、うん、でもやっぱ高水準、高水準、バーン高水準って言ったことあるそうだ
高水準そう、そういうところでその何へなんなんていうの基本性能が高い、うんうん、で正直飛距離とかに関しては、うん、ぶっちゃけバーティスが一番飛ぶ。ああ、なるほど、ね、うん、俺の中ではね、はいはい、バーティスにはさすがにかなわないけどね、うん、まああとはねアサシンも ARC 結構飛ぶんですけど、うん、やっぱね飛距離の面ではやっぱりこのウェイトボールっていうのと、うん、まあ飛ぶは飛ぶよ、うん、飛ぶは飛ぶんやけどやっぱバーティスとかの方が飛ぶよね、これはこれだけ譲れんなって思うんですけど、まあ、まあ必要十分飛ぶし、うん、その泳ぎの面で言ったら好き。バーティスとかは結構ロールが強かったりするよね、うんうん、まあアサシンはアサシンでさ、まあもう優等生すぎて面白くないというかなるほどね、うん、まあ、好きなんやけど、うん、まあそういうところでまあちょっと一風いつもと 味変したいなっていう、うん、ところで使ってしまったらハマるんじゃないかなっていう。なるほどね、うん、まあ、基本性能はすごく高くて使い勝手のいいミノーです。そう、なんか水抜けがいいっていうんかな。そうそうそう、抜け感抜け感うん、なんか実際使うやつさ、うん、なんか引き重りせんだよね。あ、わかるわかるわかる、わかる、うん、だけどなんかダウンからドリフト開始しても全然使えるし、うん、そうだけどその暴れすぎないっていうところに、ね、あ、もうそうね、付随してくるよね。なんか愛の位置とかも関係しとんかな。もしかしたらあるんかもね。なんかリップにくっついてるね、これ。そうそうなんや、ね、なんかいい感じにこう水を逃がして泳げる感がすごいあっていい、ね、でなんか軽いジャークまでいかんけど軽いトゥイッチとかさ、うん、したらさ、うん、結構いい感じでヒャッ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 みたいなさ、ね、うん、いい感じにしてくれるし、そういいよね。でそれが S やったらさ、うん、ヒャッて止めたらさ、うん、S やけ沈んでってくれるやん、うん、だけどまあパンパンってテンポよく弾いてっても、うん、結構ボートって近距離で使うこと多いけんさ、うん、ピョンピョンってフローティングでやったらどうしても水面割りやすいかったりするやけどさ、うん、それもせんし、そうこれやけん S よね。船は S やね。そう、うん、S ルアーってなんかいきなり10個上げてくださいって言われたら結構難しくない？そうそうだよ。そう、その中で結構ねこう食い込んできてる俺の中ではあるね、うん、いいよいいよ。まああとはまあ船に限らず小場所とかもね、うん、S の方がいいかなと思う。そうやね、まあ、状況にもよるけど、うん、基本的にはだって手前近場探って、うん、なるべく水面出さんようにアクションアクション入れたいってなったらやっぱ S よ、うん、いいと思う。いいよ、うん、結構最近実際使ってみて気に入ったね、うん、いいよね。他にもフランキーとかいろいろあるけど、うん、やっぱり誰でも使いやすくて、まあ、フランキーも使いやすいけど、うん、そのなんていうのオールラウンダーというか、うん、で使っていけるのがハイスタンダードかなって印象やね。そう、うん、それに使えるのは97が俺的には好き。こっちね、うん、うん、分かるよ、分かる、うん、はいはい、そんな感じです。ぜひまだ使ったことない方は使ってみたらいいかなと思います、うん、はい。この色かわいいな。いや、そうやろ、うん、結構大好き。俺もかなり大好きだけど、あのボートで先にそれ釣られた。俺が、俺これ鱗付け俺やった。そう、やられたもん。しかもあれめっちゃ太かったよね。太かった。あ、そう、後であのインスタにあげようと思ってたよ。あ、そうな、うん、多分上がってるわ。はい、わかりました。あれはだって特筆すべき点やと思う。そう、うん、スタンダードとか言いよったけどこれ人のルアーですってなんならあれタックルまで借りてたけどね。そうそう。はい。はい、じゃあ次、ロンジンさんのおすすめ、うん、というか僕らが今結構ハマってるルアー、うんうん、2個目、はい、こちらベーン、ロンジンさんのキックビートかな、うん、ね、これはね、まあ、まこれもどっちかといえば、うん、オーソドックスなバイブレーション、うんうん、もう特にねこうだなんか変わった点っていうのはないよね、うん、これだからできない、これしかできないこのアクションみたいなのは特になくて、うん、まあ、本当に使い勝手のいいバイブレーション、うん、投げてプリプリプリといい小気味よくバイブレーションしてくれる。で、あとはあの何弾くようなリフト&フォールで、うん、意外とダートもしてくれる。そうなんや、うん、これも本当にバランスがいいというか、そう、うん、なんか下と上両方にフィンみたいなのついてるやんね。なんか意味あるんかな。なんかこれが強波動らしいよ。へえ、波動強いんやけど、うん、これもね引き重りめっちゃ少ない。へえ、使ってびっくりした。俺正直に言うとマジで使ったことなくて、あ、最近買ってその松原さんが、そうね、使い見てダズさんも使えたしね。そうで買って使ったけどよかった。へえ、引き重りが少ないっていうのはね、やっぱこれもダウンに入れて
ブリブリブリしてもブリブリブリしてもブリブリブリしてもあのストレスない。ダウンからあのなんかピョンピョンやってもちゃんとダートしよったし、すごいいいよ。だそうです。ちょごめん。思い出した。何？俺持っとった。なんでパッケージ買ってない？これね。うん、28グラムなんよね。うん、そう。これあれよ多分28。そう。これね。北九州の西日本釣り博で、うん、ロンジンさんのやったやったなんかやったやんやったやったゲームみたいなやつやそうそうそうあれで当たったんかな俺なるほどねそうキックビート、うん、28でねこれ俺今さっきこうやって見よって持っとって思ったんやけどさ、うん、これさ、うん、ウェイトが 15g、うん、15g と 20g なんやけどさ、うん、種類と一緒じゃない一緒小粒になっとる。なってないんじゃない。70mm 小粒バージョンもあるはずないけど。でもそれと一緒や。この同じ大きさでウェイトが選べるっていうのは結構嬉しいかも。そうやね。うん。うん、ちょっと上の方のさ、うん、これカラーがお気に入りなんだけど。わかるよ。これもなんかロンジンさんのカラーよね、多分。かもね。他で見んくない。うん、あんまり見たことないかも。ね。結構好き。あとこのロンジンさん、俺目が可愛いなと思うよね。あ、わかるわかる。これなんていうの、キューティクルな。キューティクル。なんかアニメ系の目というか。そうやね。可愛いよね。可愛い可愛い。本当に可愛いんだから。そう。ね。可愛い。じゃなんか使い始めてさ。うん。け、あ、釣っとったね、一昨日これで。そう。ボートでね。で、使い始めて、うん、どんな感じで使うんやろうとかって YouTube で調べたらさ、うん、十何年前の動画とか出てきて、あ、そんな昔からあるんや。そんな昔からあるんと思って、そこで初めて一回、今度松原さんにしっかり話聞いてみたいよね。聞いてみたいな。うん。あ、ちょっとなんかこれはどこでどう使ったらいいんやろって思った。なんかなんかさ、たまにごっついシーバス釣れたらさ、うん、なんかちょっと一瞬なんか立ち寄る時あるやん。あるある。これどうしたらいいんって思う時あるやん。その感じになった。ちょっと待って待って、やばっ。なんかでかいよね。でかい。重量はごついよね。ごついごつい。食べたら美味しいタイプの。美味しいやね。背中美味しいやね。盛り上がり方してる。え、これはシルエット大きめ。大きめ、ちょっと大きめ。これはね、77ミリあるね。あ、なるほど、ね。並べたらこんな感じ。うん、なるほど。はい、はい、いやでもよかった。多分水、ね、ハイスタンダードと一緒でこう水抜けがいいんやろね。うん、分からんけど、なんかそこら辺まで計算されたのかな、もしかしたら。あ、なんかサイトかなんかで見た なんか普通のバイブはこう前傾になって、うん、この上面全体でこう水を受けるけんこう、うん、引き重りがあるけど、うん、結構水平寄りに泳ぐんやけど、その上下のフィンで水ちゃんと受けて流して、うん、波動はこう担保しながらも引き重りがないみたいな。へえ。って書いとったわ、そういえば。あ、そうなんや。フラッシュバックしてきた。俺キャッシュバックしたらしい。そうなんで。はい、そんな感じです。やめてくれ、危ない、うん、子供が真似してどうする。すいません。はい、そんな感じで最近ちょっとロンジンさんのルアーに触れる機会が多くて、気づいたこと、うん、なんか思ったことっていうのを、うん、紹介してみました。結構推しです、うん、今、はい、そうでね、もう一個ね、今まであんまり触れてないメーカーさんが実はあってね、うん、次これやってみたいなと俺思っとんがねけどさ、うん、ジャンプライズさん。そうだね。あんまり触ってないよね。あんまり触ってない。テロテロくんぐらいよね。うん。他に何かある、ジャンプライズさんのルアー。テロテロ、ミニテロ、なんかカットビボーとか。あー、でもあんまり俺ら実際使わんやん。使わん。ポポペンとか持ってはおるけど使わんやん。使わん。ララペンとかいっぱいあるね。そう。あと、なんと、いろいろあるやん。うん。バイブレーションも何やったっけ。どうせしちゃった。そう。ハニービーみたいなやつ、何だっけ、ハニービーみたいなやつ。あー、なんか ビーみたいなやつあるね。そう、なんかそんなやつとか。そう、ちょっとジャンプライズさんもちょっと触っていきたいなって思ってる、うん、はい、はい、そんな感じです、うん、こういう企画
まあ、いつもとちょっとなんかいつもよりのんびりしてるかもね。そうだね、うん、好きなように語りよ。そう、なんかプチカフェの拡大版みたいになっちゃったけどまあそんなちょっと今まであんまり触れてこなかったメーカーも触れてみてちょっと思ったことっていうのをですね喋ってみたいなってちょっと思ってきた、うん、はい、はい、やりましょう。やっていきたいなって感じです。はい、はい、まあ動画がね、この動画が回らなかったらやりませんやりません、はい、はい、そんな感じです、うん、はい、なんで今日もご視聴ありがとうございました。よっしゃ、来週もまた見てください。はい、それではさよなら。はい、それでは今週も、シーバスルアロボフォトコンテストの当選者を発表します。イエーイ。はい、今回は、あれだ、月に1回のバイバイ大賞の発表日。はい、はい、ちなみに今月6月かな、うん、のバイバイ大賞の景品はこちら、バクーン。はい、これからの季節きっと強いんじゃないでしょうか、うん、いつも強いけど、うん、うん、コアマンさんの VJ22、何個あってもいいよ。そう、もう何個でもあってほしい。はい、はい、こちらを手にする幸せ者がいらっしゃいます。はい、はい、そんな当選者早速発表してみましょう、うん、6月のバイバイ大賞はチュータさん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、送ってもらった素敵な写真見ていきましょう。こちら効果音いらんかったつけてよくなはい、めっちゃよくない、これ。このコントラスト強い、いいよね。そう、単純にこれ見て、うん、あ、ここで俺もこれやりたいと思った。俺もここで釣りしたいと思った。そう、俺も、うん、なので選ばせていただきました。はい、はい、このなんか夕暮れ時間の中にこうパッと映えるこのチャート、チャートね、うん、こういう写真がね好きよ。めっちゃいい、うん、これでちょっと夏 の、はい、あの夜若干涼しくなった夜風とか浴びようったらもう最高じゃん。はい、はい、そんなわけで、チュータさんには、こちらのおなじみオリジナルステッカーと、はい、バイバイ大賞の景品 VJ22、うん、こちらをねプレゼントいたします。はい、楽しみにお待ちください。うん、応募方法はとても簡単です。はい、我々のインスタグラムか X、 こちらをフォローしていただいた後に、うん、ハッシュタグシーバスルアラボ、ね、カタカナでハッシュタグシーバスルアラボをつけて、はい、ルアーが映えるお写真を投稿するだけ、うん、はい、そしたら当選者には我々から DM をお送りしますんで、ぜひ参加してみてください。はい、というわけで、はい、今週はこの辺で、うん、ご視聴ありがとうございました。よっしゃ、さよなら。さよなら。